こんにちは、僕たちは韓国人バンドピアノジです。今日一緒に勉強したいと思った曲はピアノジのフォエボです。戦もの星の中で君に会えることを僕は知ってる。今日これから一緒に勉強したいと思った方は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。簡単な説明です。名前は PRT です。活動は2021年からしました。事務所は G ナンバーとレーブルは G レーブルです。この曲は韓国人バンド PRT のセカンドシングルで、テレビ東京系じっくり聞いたろスター金魚マルギ報告の7月のエンディングテーマでございます。やっぱ覚醒してるね今日。これこの曲はバンドサウンドをもとで K-POP と J-POP を取り入れたアレンジが特徴で、永遠という優しくて難しい言葉を曲という一つの形で表現したとコメントをしました。それで皆さんも永遠という言葉をイメージしながらご覧ください。では行こうよ。あ、글자너무예쁜것같아。통기타소리너무좋은것같아。치는사람이되게신경을많이썼나봐요。기타소리가약간깊은끝까지들리는블랙이전체적으로다잘어울리는것같아요저색깔들이오그림자어딜보고있는걸까요다보호시를보고있지않을까입구세모아저보고있는데요어나보고있는거같은데분위기랑노래랑진짜잘어울리고술먹고배에안나주세요아전여기베이스소리가약간심장소리처럼들리더라고요막뛰고있는거같지저마칭이발라드에잘안나오는데저것도하나의좀되게도전적인모험적인연주이지않나라는생각을했습니다와목소리너무좋네어떻게이렇게높은음을깨끗하게내지그러게요진짜되게카메라정면잘보아가지고신기하다고생각했는데뮤지컬배우출신3명이나있다고하더라고요그것도신기하다지금들어보니까되게 K-POP 에많이쓰이는연주법만많이들어가있다이런소리라든지그전에도우리가랩을했었잖아그곡이랑이곡이랑그분위기가완전다르면서진짜또색다르네근데그곡하고들어보면은어느정도동일성이있는사운드손가락이이번에도기시네오오오오저분이뮤지컬배우출신이면서댄서출신이라고못보셨다아죄송합니다화장은너무묻었다아눈물봤어아까의상이또체인지되면서분위기가좀바뀌네요확실히한국적인거랑일본적인게많이섞여있는것같아요근데진짜음악이만약에한국적이어도가사가일본어이기때문에뭔가그게진짜정확하게섞일수밖에없는
특성이 있는 것 같긴 해. 보통 K-POP 발라드는 여기서 조금 강하게 나오고 이 밴드만 특징이 이렇게 딱 줄어드는 것 같아. 아이오 사켄대학에 또 옷은 얇은데 좀 추워 보이지 않아? 어 그러네요. 어. 입술에 펄해진 것 같고 기타 솔로가 그러니까 저번 곡도 솔로가 되게 인상 깊었는데 고민을 많이 하신 것 같아요. 되게 잘 보면 목젖 보이는 것 같아요. 부를 때 약간 그 입을 많이 써서 이렇게 많이 벌리고 노래하시는 것 같아요. 아~ 정면 이렇게 보면 되게 목젖이 보여요. 아~ 목젖까지 다 보여주는 사람. 지금 약간 이제 보이랑 만나게 아까도 말했는데 이렇게 옆에서 날려지는 기타 소리들은 한국에서는 갈매기라고 합니다. 갈매기 우는 소리 닮았다 그러죠. 그래서 갈매기 보통 J-POP에는 잘 안 쓰는 중. 아, K-POP이 많구나. 이 밴드가 J-POP만 100곡 넘게 공부했다고. 아, 딱 보이네 그게. 대성하겠어. どうでしたか？なんかボーカルの人をなんか発声見てて、ああその発声なんかやってみたら本当に勉強ができるかなと思って、こう高い音にこうそんな綺麗になんか歌えるんだと思って本当に素晴らしいだと思いました。いや、ギターを演奏する人の立場で見たら、なんかいろんなジャンルを勉強して取り入れようとしたっていうことがすぐ見えてて。まあ、K-POP のバラードとか J-POP のメロディさとか、まあ、ストーリー性をちょっと取り入れようとちょっと工夫した気が見えてて、ちょっと勉強になった気がします。なんか誰が作詞したかちょっとわかんないんですけど、なんか永遠に君を見つめてあげるっていうすごい重たい感情をなんかその爽やかにちょっと美しく表現できてるのが本当にすごいなと思いました。このタイトルが Forever って日本語でしたら永遠っていうことじゃないですか。さっき永遠という言葉を想像イメージしながら見てほしいって言ったんですけど、このバンドを永遠に応援したくなりました。なんか J-POP と K-POP を取り入れたってさっき聞いたんですけれど、一回も聞いたことないジャンルだと思う。いいところだけ取り入れたと思う曲でした。今回もたくさんの勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。聞いてください。皆さん PRT よろしくお願いします。